とみこと谷川智美です。さあ今から青春18切符を使ってあるところに向かいます。その場所は高校生の時からずっと行ってみたいと思ってた場所です。それではワンマン電車に乗ってその場所に向かいます。2両編成の電車に乗って向かいます。外の景色がすごい。さあ着きました。私がやってきたのは、さあというわけで谷川駅にやってきました。ここの駅は私と同じ名字なのでずっと来てみたいと思ってたところなんです。私は谷川なんですけど、ここは谷川駅で、でも漢字は一緒なのでずっと気になってて、ようやく谷川駅に来ることができました。この辺りで何か美味しいものを食べようと思ってたんですけど、お店が何一つ見当たりません。どうしよう。駅前に恐竜がいる。恐竜が有名なところなんかな。どうしようかな。なんか人も全然おらへんから、何か飲食店ありませんかっていうのを誰にも聞くこともできひん。観光案内所あんねんけど、いやもう閉まってるやん。やばい、谷川駅思った以上に田舎の駅やった。なんもない。なにこれ、なんやこのうまさ。急いで自分で携帯で調べたら、徒歩30分歩いたところにおにぎりのお店があるみたいなんで、せっかくなんで谷川のこの景色を堪能しながら30分歩きます。たまもぐ。やっぱり空気が気持ちいいから歩いてたらすごい爽やかな気分になる。この谷川駅には高校生の時に友達と行こうとしたことがあって、でもワンマン電車にビビってしまって結局行かなかったという過去があります。なので今回念願かなってようやく来ることができて本当に嬉しいです。全然人とすれ違わへん。車はよく通るんやけど、今向かってるお店の看板は出てる。こっちに500m ね。あー、桜吹雪が綺麗。あともう少し。あー、さすがに歩いたからお腹空いてきた。着いたー。やってきたのはおにぎりと野菜のレストラン千花さんです。はー、桜も綺麗。おにぎりが置いてある。めっちゃ可愛い。予約でいっぱいだったそうなんですが、奇跡的に入ることができました。私はこちらの縁側のお席でいただきます。千花さんは丹波笹山の自家農園で作っているお野菜とお米を使っているそうで、ランチにはすべておにぎりが2つついています。おにぎりの追加は1人2つまで無料でできるということです。最初にこのおにぎり頂戴伝票に追加分のおにぎりを記入します。いろんな種類のランチがあってすごく迷ったんですが、私はおにぎりランチかき揚げ付き1320円にしました。外を見ると離れの工事をしていて、もうすぐオープンなんですと店員さんが言っていました。ランチはコース仕立てになっていて、お野菜のポタージュに丹波笹山で有名な黒枝豆が最初に出てきました。
来ました、かき揚げです。他にも魚の姿揚げと蒸し鶏と卵焼きもついてます。めちゃくちゃでかいかき揚げ、すごいボリューム。そしておにぎりの具3種類もやってきました。さあやってきました、メインのおにぎりです。美味しそう。明石の焼き海苔とアコウの塩を使っているそうです。お米がピカピカや、めっちゃ輝いてる。この水菜の花が咲いたものがお汁の中に入っています。外の景色は緑がすごく多くていい景色やなと思いながらご飯を堪能しました。美味しいお米と美味しいお野菜をいっぱい食べることができてすごく大満足です。心もほっこりしました。千佳さん、すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。まさか何にもないと思ってたこの谷川駅の周辺であんなに美味しいご飯に出会えるとは思ってませんでした。おにぎりもほんまにピッカピカのお米で美味しくて、あとかき揚げも野菜の甘みかな、野菜が甘いからかき揚げがすっごい美味しかったです。お腹もいっぱいになったんで今から谷川駅まで30分かけて戻ります。とももぐ、電車が1時間に1本しかないのでゆっくり桜を見ながら駅に向かいたいと思います。綺麗、わー天気良かったらな。すごい桜吹雪がめっちゃ綺麗。この辺りに住んでる人たちは皆さんすれ違う時にこんにちはって挨拶してくれてすごく嬉しかったです。やばい、桜をゆっくり見すぎたせいで電車の時間に間に合わへんかもしれへん。とりあえずダッシュで駅に向かいます。ギリギリ間に合いそう。
あ、めっちゃ走った。あ、いけるかな。よいしょ。動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。谷川駅は本当に何もなさすぎて最初はどうなることかと思ったんですけども、ちゃんと美味しいものに巡り合えて大満足の旅になりました。いつも皆さん動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ともものもぐ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 ぷもぐもぐぷもぐもぐぷー。